こんにちは、翔太です。前回ロックスプレンターをプラス50にしたんで、今回はラストリゾートをプラス50にしていこうと思います。じゃあどんどんやっていきますね。あ、そっか、これ45やからか。まあこれも多分 3.5、6倍が最大だと思いますね。で、結局ラストリゾートの場合はスリーピングライオンとミッシングエイクがライバルでいると思うんですけど、まあやっぱりあちらのキーブレードの方がいいですね。私も今強化してますけど、これパッシブのために強化してるんで、正直、パッシブと強いて言うなら PVP ですね。PVP は、指定されたキーブレードを使う必要があるんで、まあ全部育てておいた方がいいんですけど、まあでも、私としては、パッシブのために今育ててるような状態になります。正直キーブレード倍率よりサブスロ倍率が強すぎて、もうサブスロの方が2倍ぐらい高いですからねキーブレード倍率に比べて、わけわかんないですよね。正直なかなかお尻が上がってくれないですね。これはちょっと微妙な配置になる可能性大ですね。これでまた5枠目のアップライトを装備した時が 3.5 倍になるようなそんな感じしますね。ロックスプレンダーと同じような、やっぱそうか。なんでそこ合わせてくるんやろうな。ちょっとわかんないですけど。まあ、基本的に使うことのないキーブレードだと思うんで、そのままやっていこうと思います。で、私これ、終わったら、この強化が終わったら、単色キーブレードは全部、プラス50にしたことになるんで、次どうしようかな。かつての栄光フェアリースターでもプラス50にしましょうかねもうなんか途中までこのサブスロが改定されるまではずっと愛用してたんですけど、全く使わなくなっちゃいましたね。よし、そこが上がるのね。なるほど。じゃあラスト上げていこうと思います。はい、これが結果ですね。2.1 枠目から 2.4 倍、 2.3 倍、 3倍、 3.3 倍、 3.6 倍という風になりました。まあ、後ろ3つが 3.3、 3.6 っていうのを覚えておいていただいて、まあ、一応見ていきましょうか。スリーピングライオンがサブスロー抜きますね。スリーピングライオンが、2.8、3.7、3.8。4枠目、5枠目の火力っていうのが段違いですね。まあ、やっぱりプラウドさんのキーブレードの強さっていうのがわかると思います。で、ごめんなさい。私、ミッシングエイクプラス46だったのか。じゃあこれもちょっと後で、ついでに動画に上げようと思います。ただ、ミッシングエイク今の段階でもですね、今の段階でも、ラストリゾートに強いです。もう 3.3。というか、もう2枠目の段階で、2枠目 ?2 枠目か。2枠目の段階で、ラストリゾートバリにの火力出していけるんで、まあやっぱり、ミッシングエイクと、スリーピングライオンですね。スピード属性の単色キーブレードで言うと、まあ、ラストリゾートを育てるのはパッシブ集めたいっていう状態になった時でいいと思うんで、まずは、スリーピングライオン、ダーク、ミッシングエイク育てていきましょう。じゃあ、ラストリゾート編はこれで終わりにしようと思います。
これからもインニオンクロスの動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。